皆さんおはようございます。格付け歌うまコミュニティ試験ビブラートの鬼です。今日はね、休みなんで家族で紅葉見に行ってきます。またね。道の駅に着いたんで、ここで朝食をとります。前に来た時に美味しい店があったんで、今日はね、五花で食事をしたいと思います。枕側のタトスが、ここがね、唐揚げと天ぷらがうまいんで、ここを探してたけど、前のところをまだ営業してなかったパンだよ。ここで朝食取りたいです。前に喋ったじゃ取られないの。あった、食べられなかったおったま、おったま天丼をね、今日は食べたいと思います。はい、どうぞ。美味しいですか。エビがね、プリプリでめちゃくちゃうまい。これなんですか。これ、これはね、白身魚トッピングです。で、あ、ちょっと準備して。白身魚がうまそうだったんで、おソース忘れちゃったの、ごめんね。白身魚、うん、こんぐらいじゃないと。天候があったかいからなおさら。ちょっと逆光になっちゃうのかな、この角度じゃない。これさ、天ぷら食わないとライスが出てこないんだよ。何が乗っかってんの。これ多分キノコと、うん、なんだろう、避けたらそっちじゃないかな。イカ当たり、これだ、へぇ、すごいじゃん。これはいいんか、はい、ないね。やっとライスで、あ、角があったよ。こんな下に隠れてたよ。虫来た、はい、うん、はい、来た、来ないで、はい。やっとライスが出てきたよ、うん、唐揚げ、生姜の唐揚げ、黒唐揚げ、チキンカツ、豚まん。うまいね。そう、やっぱりこの間食えなかった。ないって書いてあったのに。なんかだって自動販売機でな、出てきたから表示がさ、うん、言われなきゃ分かんなかった。言われなかったら分かんなかった。前回食べられなかったね、屈辱を晴らしに。キノコかと思った、顔があった。その、あれは何、キノコ後ろに隠れてるよ。これはキノコだよ、多分。うん、でかっ。でーな、これ。キノコだよ。おかずだけで腹いっぱいになるから、ね、このまんま上がってしめじか。しめじね、松茸、なんやねん、ベロベロのやつ。まいたけか。まいたけだよ、うめえ。おいしいよね、まいたけと松茸と。これは天ぷらだけで腹いっぱいになると。こぼしたよ。いっぱい持ってきたの、みんなで分けようと思ってて、うん。その緑の何、いんげんじゃねえか。これはちょっと泥棒しようと思ったの。いんげんだ、いんげんは食えんの、さつまいもだろ。まあもう、はい、表だから、はい、が
まあちゃんちょっとかぼちゃ食べてみるとかさ。食べる。お芋食べてみるとかさ。これなんだっけ。それ何？人参じゃん。人参じゃん。カニカマだね。人参だ。人参だ。こんなでっかい人参の天気は初めて来たよ。うん、見えたこっちから人参。うまい。抜けたもん。うまいね。ライスが多すぎて、あの天ぷらが多すぎてさ、全然ライスにたどり着けない。そんな高くないんだよこれ。だろ。でしょ。おにぎり出してもらって。なんでライス食わなかったの？おにぎり食べた。うん。唐揚げご飯がいい。だから唐揚げご飯作ってきてもいいよ。あれ美味しいでしょ。美味しい。おにぎり持ってればよかった。ね、おにぎりは。おにぎりマートじゃないか。ご飯だけいけないからね。だってご飯だけないんだもん。セットになってるじゃん。黒カレーはやめたんだ。黒カレー本当はこっち側で食べたかったの。あっち側のほうが王子様のだけど暑いよね多分。そうなの。だからここに座って取れればでもさ逆光だもん。あーそうなのか。うん多分ほらでも景色はいい。景色はいい。この人景色いらないから自分にしかいらない。開けてって言ったのにね、うん、やばいわ。天ぷらだけが入ると思って。だって食べるとか聞かないもんね、勝手に取らないと。いいんじゃない？やっとね、食べられる。私のがなかったから、パン。パンなかった？うん、シチューのパン。パンケーキだよ。うん。売り切れた。なかった。メニューなかったの、もう。ああ、変わっちゃったんだ、季節でな。あ、いいか。正月メニューだったんだもんね。そうだからか。うん。うん。こっち来たらさ、こっちの方がうめえな。熱くなっちゃうからね。うん。この黒いの何？何味？何が？唐揚げ。この、この唐揚げと、この黒い唐揚げが置いてあったから、この黒いの黒唐揚げって書いてあったから何味なのって聞いたの。いや生姜がたっぷりですって言うから、じゃあこっちもこれは持って帰る。なんでやね。もう豚まん食っちゃったからじゃない。だって豚まん冷めたら食えねえもん。もう後では食えないもの絶対。そう唐揚げうまい。肉系はこれ以外は食べれない。何がうまい。イカ鶏か食べたかったんだけどさ、うん、食べれないものの方が多いからさ、うん、なんで人参食べれないんでしょうね。うん、好んで食べれない。キノコはほら残せばいいじゃん。インゲンも食べる。赤くねえから。インゲン食べる。あれだな、すげえ食いきれっかな。だから自分が食えないであろうものでさ、こいつ食えるだろうなっていうものをさ食えればいいんじゃない。細ねえかこれ。事件だ。味噌汁にもキノコが入ってる。レンチンだろ。レンチンする。うめえ、味噌汁うめえな。うんかいっぱい入ってない。天ぷらはやっぱりエビとこの鶏が一番うまかった。美味しいもの先食べちゃうんだね。うん、そうやっちゃうから。本当は最後なんだよな。かぼちゃとかな、めっちゃくれるよね、うん、かぼちゃとお芋とね、
キノコは絶対食べられないから、キノコだけは絶対制覇して、自分で。思ったより量あんなこれな。ないと思ったからね、白身魚買っちゃったから。うん。じゃあいいよ、白身後で食うわ、いいのにさ。いいよ、タッパーあるから。責任持って自分で全部食べなさい。人間は人間ちょうだいよ。置いて。そんなに好きじゃないの？いや、量がね、ちょっと多すぎる。キノコじゃないよ、これ。結構ですごくない？キノコかな？うん、入る大きさまで、入る大きさまでかじっちゃいなさい。あ、私食べる人たち。この芋とかぼちゃと人参は持って帰ってきて、うん、だからあと、ちょっと白身魚、うん、ちょっと食べてみて、大丈夫、うん、うん、やっぱり今年はあんまりお芋が甘くないのかな、うん、日照不足でしょ、うん、雨が多かったな。芋じゃん、ここら辺ね、うん、本当美味しいよね。甘くないってことはやっぱ寝かさないとダメだ、うん、このファミマはね、ほら中通ったりするから、うん、すぐにこの袋に絶対入れてくれる。おにぎり入れたら買ったら、ここにこれに入れてくれる。買ったって分かるよね、うん。このエビの皮は出してね、うん、なんで蓋の方に置いたの、わざわざ。そういえばそうね。人参すげえな、うん、食べちゃう。入れるんだ、食べちゃうね。あるから大丈夫、あるから大丈夫、あるから大丈夫ね、ほらね、出すでしょ、人が来てんのに、ほら邪魔くせえな、唐揚げのところに邪魔くせえな、自分のとこから出す、こういう人なの、自分のことだけだうるさい。本当ダメだよ、ちゃんと気を使ってさ、生きていかないと。夏だったら耐えられないだよ。あなたこんな表にいるわけねえだろ。中だよ。冬寒くても表で来るの、うん、中暖房で暑いから。もうお腹いっぱい。てかキノコだけでお腹いっぱいになる。ご飯はどうなの。来なかったでしょ。ご飯来なかったけど、うん、ご飯でもキノコがでけえ。やばいよ。何個部長行ったらこれを頼んでお前にキノコだけやる、うんうん、お前カレーとかにしたらって前回もこれやんねんから揚げなんか食べたいものがなくてパンケーキが食べたいなと思ったんだけどまだ甘いもののタイムじゃないんだよ。ああ。ご飯は食べたいんだよ、うんうん。でもお蕎麦にしようかなと思ったの。カンピョン巻き持ってくればよかったんじゃね。カンピョン巻き持ってくればよかったんじゃ。食べる気満々できてんのにカンピョン巻き豆こないんじゃねえか。ん、あ、そうだね。じゃあ倍ならして頑張ってキノコ食べます。これから徐々にまたアップしていきますか。頑張ってキノコ食べます。頑張ってキノコ食います。でもまだあります。はい、じゃあね。渋滞だよね。こんな混んでって思わなかったボート。自分のボート？
滞すぎんだろ。すごいね、綺麗だね、ほらあの湖。うん。まずうちだから撮ったら綺麗だろうね。まずでも滝、ね、うん、滝行ってからじゃないとね。ダメよね、カヤックか。うん。滝に行ってからじゃないと、滝見らんなくなったら意味ないからね、滝見に行くと。少し映ったな。私。違うよ。やっと入り口。とね、竜頭の滝の入り口の駐車場に止められて、竜頭の滝って言ったよね、今駐車場に止められて、今竜の茶屋に来てます。竜の茶屋に、後でいいよ。ねえ、滝に着きました。紅葉が少し出てますね。から竜頭の滝の中まで入っていきます。中まで入んないよ。茶屋を抜けたら、この先に竜の滝があって、さっき見せた滝です。片品入ります。皆さん、やっと晩飯をこのスタミナ太郎で食べます。じゃあとりあえずやっていきますよ。ラーメンもね、ついてるんで、ラーメンすげえ食べたかった。近っ。なんで明るいんだろうと思ったら、なんかライトついてんの？うん、ついてんね。あ、つくんだ。へえー、知らなかった。あのね、火ついたらね、早く連れて行かないと焦げたね。そうなんだよ、もう困ってらんないんだよ。映ってるのか、それ。
なぜラーメンがこれに、ラーメン食べに行こうと思ったのにここになったかの説明をしたの？うん、道がえらい混んでて。そうね、本当にあの岩畑から越えたあたりからすんげえ混んでて、明智平ぐらいから大渋滞で、で竜の滝まですっごい渋滞で、で帰りもそれが、繰り返されるのが嫌だったんで、帰りはね、空いてる方を選んで群馬から、17号使ってすげえ遠回りなんですけど、帰ってくる途中でちょっとラーメンを食べようかって話だったんだけど、妹がスタミナ太郎っていう話をして、スタミナ太郎なら何でもあるからっていうことでスタミナ太郎行ったら、ほんとに何でもあったので、ラーメンも食べられるし、焼肉も食べられる。これうまいの？姉ちゃん、ほんとうまいよ、うちのラーメン。今日はね、渋滞に巻き込まれなかったら最高でしたよ。うん、もう食べたいです、うん、じゃあ皆さん、次回また孤独のグルメボリューム4で会いましょう。マイナマイナ